怪物くん怪物くん怪物くんは、藤子藤尾の漫画、怪物くんを原作とし、1968年4月21日から1969年3月23日まで、TBS 系列他にて、藤子一社提供、藤子の時間枠で放送された、テレビアニメ化作品の第一作にあたるモノクロ版の、怪物くんを呼びその劇場版。 15分には構成で全48回。第2作のカラー版アニメ及びその劇場版については、怪物くんを参照。全番組、パーマンに引き続き、東京ムービーとスタジオゼロが交互に制作。本編中の登場怪物の解説及びエンディングのナレーションは、当時ネット系の日曜洋画劇場の解説で人気を博していた、映画評論家の淀川長春が担当。 時には実写スチルで登場した。シナリオを担当した山崎隆之の著書によると、山崎が書いた最終回のシナリオに対して原作者の藤子藤尾は OK をなかなか出さず、結局は最後のタイミングというべき日の早朝に TBS のロビーを訪れてまで打ち合わせを行い、ようやく OK が出たというエピソードが残っている。山崎は後から思えば、 これほど手強い原作者もいなかったと語っている。TBS 系アニメでありながら、フジテレビジョンから、フジテレビの飛び出す絵本として、本作品の絵本が放送当時に発売されていた。1989年、藤子・富士和が、レギュラー出演していた番組、ギミア、ブレイクの中で5話 B パート、フランケンの映画監督のマキが20年以上の時を、経て放送された。 長らく映像ソフト化に恵まれず、1999年に、ビームエンタテインメントから発売された、LDVHS、東京ムービーアニメ主題歌大全集第1巻に、収録されたオープニングとエンディング以外に視聴手段が、なかったが、2010年10月、12月に、本編前話収録の DVD ボックス上下巻が、キングレコードから発売された。下巻には、 ブローアップ劇場版の2作も収録されている。無印イコール同時ネット曲イコール時差ネット曲1969年3月18日公開の東映漫画、祭り内で第22回 A パート、砂魔人をやっつけろの巻と第3回 B パート、怪物くんと、ハニワ海神の巻のブローアップ再編集版が上演された。フォーマットは次の通り。 オープニング冒頭には投影マークを追加。オープニングは第3バージョン、エンディングは怪物くん温度バージョンのそれぞれ使用。双方ともラストのペコちゃんと怪物くんの共演はカットされた。エンディングは冒頭、花火と藤花の怪物くんのテロップの部分はラスト近くの踊る怪物くんと田村に差し替え、ラストはエンドカード終わりに差し替えた。 また双方とも、淀川長春のナレーションはカットされた。なお、砂まじジをやっつけろのマキは東京ムービー制作なのに対し、怪物くんとハニワ海神のマキはスタジオゼロ制作ではあったが、オープニング最後の制作クレジットは制作東京ムービーとされた。平夜は長靴を履いた猫、秘密のアッコちゃん、ひとりぼっち、チャコとケンちゃんの4本。 東映系における東京ムービー作品の上映は1965年12月25日公開のお化けの九太郎以来であり、東映漫画祭りとしては最初です最後。この後、東京ムービー作品は東宝チャンピオン祭り内で上映されるようになる。なおこの劇場版は前述の通り DVD ボックス外観に収録されているが、 2012年8月10日には DVD 復刻東映漫画祭り1969年春が発売され、平映前作と共に収録された。ありがとうございます。